2015年1月26日中国のインターネット上に日本の細やかな気配りを紹介する文章が掲載された日本人が普段気にも留めないようなことが外国人の目には新鮮に映ることもある外国人観光客の増加に伴いそうした外国人の驚きから日本の素晴らしさを再認識する機会も増えてきた日本を訪れた中国人は 日本人の仕事の細かさが目に留まったようだ。以下は掲載された文章。日本では誤って恥をかく心配はない。なぜなら至る所に詳しい説明が書かれているからだ。新幹線のすべての座席には何号車にトイレ、ゴミ箱、公衆電話があるかが図ではっきりと描かれている上、日本語と英語で説明書きがある。 地下鉄の駅構内には、駅周辺の詳しい地図が掲示されていて、非常に便利だ。上が、北で下が南というものではなく、その位置を上空から俯瞰した様子をそのまま地図に投影しているのだ。そのため、どこに何があるのかすぐにわかる。ある人は、バカでもわかる地図だと言っていた。日本の飲食は、必ずしも、中国人の口に合うとは限らない。 しかし、日本のレストランで注文に困ることは絶対にないはずだ。多くのレストランでは、入り口に精巧に作られた食品サンプルが飾られているのだ。これらは、ロウで作られていて、実際の料理の内容、形状、数量を忠実に再現している。食品サンプルがない店でも、メニューには、大抵写真がついていて、値段や料理の説明が記載されている。 見ているだけでお腹がいっぱいになりそうだ。